あの新入社員として会社に入ってですね一番最初に苦痛に感じたのは先輩や上司がねどん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 作業を言いつけてくることなんですよやっぱりね疲れてる時に次から次へと来るわけですよねしかも納期も求められるんでむちゃくちゃしんどいなーって思いましたよね、えー、でもその指示やなんか命令をしてくる先輩や上司は別に 私の仕事を手伝うわけでも何でもなくってのほほんとしてるわけですよ。ああ畜生んだよ楽しやがってと思ったわけなんですけども実際に私がね2年目になって上司となって部下を持つようになってくると作業するだけとか言われたことをするってめちゃくちゃ楽だなと思ったんですよ。だってまずねその、まあ、後輩社員とか新入社員の力量がわからないのに彼に適正な仕事を与えないといけないんですよね。で 1>, 1時間でこのぐらいの作業してねって感じでポーンと渡すじゃないですかで1時間でできない場合が多いわけですよ1時間でできなかったらじゃあ次に渡そうと思った仕事がどんどん後ろにずれ込んでいってしまいにはあの勤務時間を過ぎてね残業になるわけじゃないですかそしたら後輩っていうかその新入社員みたいな子はもう時間が来たのにまだやらせるよっていじめじゃないんかパワハラだとか思うわけですよねでもこっちとしてはいや8時間で終わるように 作業設定したのになんでこいつ終わんねえんだ段取り悪いなあっていうことになるんですよ。だからそこでまずは帰りが起きちゃいますよね。でしかも自分が与えた作業が適正かどうかっていうのの自信もなくなってくるわけですよ。だからいい上司っていうのは部下を育てやすいし、でいい上司っていうのはあのやっぱりねどうやったら適正な仕事適正な環境を作れるかっていう頭脳を鍛えるそういった 学習会とかに参加しますよねいわゆる講座ととかかセミナーとかですよだから座学が多くなるわけですよ考えてみたら諸葛亮孔明にしても織田信長にしても優れた軍師っていうのは机に座ってる時間が長いんですよねで実際に戦場に行く時にはすでに仕事が終わってるって状態です、まあ、私も商売をしながら思うんですけどもセールスレターを書いてる時ってもう仕事が終わってる状態なんですよね で、大体、えー、なんか100万円ぐらい売れるかな200万円ぐらいかなって当たりをつけながらセー,ー、ね、なセールスレターを書いて「じゃあリリースしました」って言ったら大体思ったぐらいのオーダーが上がってきてうん、まあこんなもんかなじゃあ来月のプロジェクトを考えようかなって考えですよねそれがだからリピーターも生むし仕事のリピートにもつながるしっていうところだと思うんですよ だかからオーダーダが入なないとは自分の攻め方間違えたかなと商品を変えるんじゃなくてその知らせ方を変えていきますよね商品自体は一緒なんだけども商品をどの角度から知らせていくかどこの辺を切り取ってお伝えしていくかどのタイミングで出していくかどの頻度で紹介するかみたいなねこういうふうな作業以外にこの見せ方とか知らせ方を売り方知らせ方ねこれを考えるのに頭を使う部分が 作業をやってる暇がないってことになるのかなと思いますよね。で、やっぱ YouTube とかをやってセールスをかけるときって、同じ商品をね、例えばずっとセールスしても全然売れないとき、どう考えるかってことなんですけども、これ、吉谷さんにも聞いてもら聞いてみたいんですけども、再生数が例えばね、30、30で安定してるとします。どんな動画を出しても30なんですよ。で、サムネイルに FX の勝ち方とかね、FX の教材ですとか、そんな感じで、 タイトルもつけけてて打ち出すすじゃなないいですかやっっぱ再生数30だけどもオーダーダが,上がってこない同じようなあの注文をあの発信で同じようなね同じ教材を売る時にまた再生数30ぐらいなんだけど売れないとまた何か新しい動画を出すんだけども FX の教材を売る動画ですよと再生数30ぐらいで売れないこれが食いっかり返された時って私どう思うかっていうとね FX の教材であるってことはサムネやタイトルでみんなわかるのにでも 再生数は安定するんだけども、オーダーが起きないってことは、あと一息で売れるんだろうなって考えるんですよ、私は。あ、攻め方が悪いから、いまいち、今年に触れてないのかな、金銭に触れてないのかな。だから、情報は受け取るんだけども、うーん、どうしようかな、まあ、買うまでに至らないか、みたいな、攻めぎ合になってる状態だと思うんでね。これが、何回か似たような動画を出してるときに、再生数がパタッとね、止まるとか、 普段30で安定してるものがとととか6になななっったって言ったてらやばいいいい思わないといけないでも逆に5とか6の5人とか6人は何かのきっかけで買うんだろうなと思うからそこでなんかこうプレゼントをつけてみるとかね期間限定ですよって歌ってみるとかなんか別のものと抱き合わせで出してみるとかみたいにして畳みかけていくっていうのがセールスなのかなと思いますけども、はい、低アクセスでねずっと安定する時に商品っていうのはいつか売れるって思うのか あ,もうあんまりやると読者さん離れちゃうって思うのかどっちでしょうね。私はねあこれは売れるなと思うわけですよ。再生数がゼロにならない限りは絶対売れると思うんですよね。<laughs> はいじゃあ以上です